1422ラジオ日本、立川志らののサブカル天国、落語家立川志らのがお送りしております。今週、こちらの方がゲストでございます。今年2回目ですね、2月以来の登場ということでございます。北原さやかさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやー、本当に前回はいろいろとね、はい、グッズを持ってきていただいたりなんかして、ね、S グッズ、はい、集めてるんですか。スプーン、え、今日もあるんですか。いや、今日はないです。ないの。今日はないですけど、台所に置いてあります。スプーン、かわいいねって言って、かわいいねって、本当にかわいいと思ってるんですか。あれ、思ってますよ。その時のやつってホームページとかにまだ出てるかな。写真はね、写真は出てると思いますけれどもね、はい、まあ若干そのあれ、はい、なんて言えばいいですか。アメコミ調の、そうですね、アメコミ調の胸に S って書いてあるキャラクターのその下のところがスプーンになってて、なってるっていう。それで普通に飯を食うと邪魔だっていう顔に当たる。どこ持てばいい。その話 でそれ一見してスプーンマンだと。そうです、ね、この正式名称はスプーンマンに違いないって言ったら、はい、なんかあのファンの方が調べてくださって、これじゃないかっつって、はい、普通に通販で売ってるサイトがありましたよ。そうなんですね。なんか知らねえのか。全然私、あんたもらったんだもんね。そうなんですよ。いただき物なんで、うん、分かんないんですけど、うん、あ、言ってたんですね。でも買われる人がいるから、うん、売ってるわけですから。そうですよ。結構世の中には私と似たような、分かりませんよ、在庫抱えてるかもしれませんから山ほど分かんないですけどね。 S グッズ集めてるってこと、はい、なんか最近なんか買ったものあります？ S、うん、あんまねえか。そうですね、最近落ち着いてきましたね。なんか自己主張がそういえば強いなと思って。え、どういうこと？あ、 S ばっかりだと。 S ばっかりだと、なんか気づいたら身の回りが、あ、でも今日私2つ持ってます。あ、何？ S の、あ、何を？ S のバッグと、うん、S のバッグ、 S のバッグってどういうこと？小さいってこと？いや、あのトートバッグをいつも持ち歩いてるんですけど、うん、はいはい、S って書いてあります。あ、本当だ。もうさ、それさ、あのちょっとじゃなくてさ、もう完全にさ S しか書いてないやつじゃん。そうなんですよ。だから分かりやすいって言われてS を探せばサイクがいるみたいな。それど、え、それってさ、はい、それ何の S なの？それブランド？いや違います、あのロゴがあるんですよ、24アルファベット全部あるんですけど。あー、なるほど、アルファベット。そうなんですよ。そうか、そういうことか、はい、ハンコみたいなもんだね。そうですね。ハンコみたいなもんが、今説明合ってたか。まあずらっとあるっていう、はい、言いたかっただけなんだけど、はい、S ね、それ見た時にこれだと思ったの？思いましたね。それいつ買いました？これでももう結構前ですね、去年、うんうん、の、うん、1年半くらい前ですかね。割と最近、最近なんだね。ずっと持ってます。もう一つなんかあるんですか？もう一つはあの普通にポーチを持ってて、うん、前もポーチ、あ、持ってたか。あ、でも違うポーチかもしれないです。また、この間のポーチは、うん、あのちょっと布だ、布、なんかシンプルな黒と白だったんですけど、今回はちょっと可愛めの紫色にしました。何のアピールだったんですか今。紫にしたことで、しました、なんか女子力がアップしたみたいなアピールをされたけど、そうなんですか。ちょっと出してごらんなさいよ。そのむ、いや紫っていうところで一番その不安がありますよ。ちょっと汚い、汚い。汚い。あのね、あなた手をまず洗った方がいいですよ。いや、その汚れ方はあのジャングルジム行った後触らないと、その汚れちょっともう一回出してくださいよ。もう嫌です。もう嫌です。その汚れはちょっと、え、ちょっといや、もう一回出してくださいよ。まずちょ、いや、トートバッグも汚いなと思いましたけど、私ね、汚いんですよ。いや、汚いよこれ。それ柄じゃないでしょ。だって 私ね、ポーチの使い方汚いんですよ。もう雑なんで、ポンってやっちゃうんですよ。その裏のシミは何なんだよ。そのやっちゃう、そこそこじゃなくて、ファンデーションです。ファンデーション、なんでそんなにファンデーション使う？メイクポーチとかに使ってた時期があって、うん、でも女の人ってそんなもの、そのメイク道具のポーチ。いやー、人によりますね。私が極端に汚いだけだと思います。ちょっとそれ後で写真撮りますか。え、本当にやめてください。いや、撮りますよ。いや、ダメです。ダメです。ダメです。皆さんの想像の中だけで。いや、想像もっと汚いと思う。いやいや、あの、この程度ですよっていうのをちょっと証明しないといけませんから。なんか綺麗な面、新しいさ、なんか今度あれだ、綺麗にするさ S グッズないの？消臭剤的な S の、わかんないけど。でも最近落ち着いてきたって言ったの、なんか全然落ち着いて、だから落ち着いて、わかった、落ち着いて新しいもの買わないから、そういう汚いものが残るんですよ。そう、新しいもの買いなさいよ。落ち着いてる場合じゃないですよ。あ、でも私もうすぐ誕生日なんですよ。おめでとうございます。だから、おいくつですか？20歳になるんですよ。よかったじゃないですか。20歳になるんで、友達に何が欲しいって言われて、メイクポーチ
ーチとかポーチが欲しいって言いまくってます、うん、やっぱ欲しいんじゃねえかそれでも S じゃなくていいんで、うん、もうなんかできれば布じゃなくて汚れないやつがいいもう全然だからそれ女子力アップしてないよ。もう機能的なものにさ寄ってるじゃない汚れないやつってなんて私に女子力とかないなって思いました本当になんでいやないと思います私だってなんでしょうスカート履いてるのに、うん、ちょっと足が綺麗に閉じれなくて、うん、マネージャーさんに怒られたりとか、うん、もうなんで縛ってきゃいいじゃないですかゴムとかゴムとかゴムでピャッてこうもうこう棒みたいになってるじゃないですかそうですかね、うん、足をじゃあわかりました次は縛ってマジで縛ってみたいと思います縛ってくるのガニ股矯正みたいなガニ股矯正本当に、うん、あの収録中アフレコ中とかも、うんうんうん、あなんか足音立てちゃいけないんですよ、ブースの中で。うん、そうね。で、だから、なんか、ま、丁寧に歩くんですけど、うん、歩き方がなんかね、あの、エリマキトカゲみたいな。エリマキトカゲって割と今の人と通用するのあれ、私が多分、学生時代に流行った。え、本当ですかエリマキトカゲって、今でも、まあ、今でもいるんだろうけどね、それはね。はい。うん、エリマキトカゲみたいな。わかります、わかります。なんか、足が、ちょっとなんか、なんか、うん、外向いてる感じの歩き方を知るみたいな、うんうん、だからあれじゃないのあなたあの脳とか表現が向いてんじゃないのなんか あそういう歩き方でこうあのセンスとかさ前にさ持ってさおーとか言いながら歩くとその歩き方でも不自然じゃなくなりますよあなるほど常日頃からそうよーって言うそういう人なんだなっていう、うん、近づかないようにしようって思うじゃないですか近づかないようにしよう声かけないようにしようって思うじゃないですか、いや、うん、まあでもだから二十歳になったら、うん、もう、うんなんか素敵なレディーになれるように頑張ろうかなと思ってもう素敵なレディーって言ってる時点でアウトでしょ私素敵なレディーになりたいんですって言ってる人ってあそうですかっていうこいつは生涯にならねえなって思うじゃないですか私もう二十歳になったら勝手に素敵なレディーになってると思ってたんですよああじゃあなってると思います次回お会いした時には多分すごい素敵なレディーになってると思いますよせめてポーチをね綺麗なやつをねしてほしいですけどねポーチの話はもう忘れてくださいみたいな何言ってんすかもう今日エンディングポーチですよ汚いポーチで終わりますやめてください本当にやめてくださいやめてあなたが持ってきたんですよあーもうやめておけばよかったやめておけばよかった絶対やまりません本当に曲が出たんですよねそうなんですよ、うん、はい11月3日に、と曲をかけたいんですけどこれどんな感じの曲ですかあのですね、うん、稲妻イレブン号ギャラクシー稲妻イレブン号第3作目から、うん、ヘビーメタっていうテーマ で、ね、ヘビーメタやってんのそうなんですよ、うん、今回で2枚目なんですけれども、うん、あの作曲の方をマーティ・フリードマンさんに、うん、出たしていただいております、ね、出たギターで演歌とか弾く人でしょそうなんですよもう本当に日本を愛してくださってて、うん、すごいよねあの人ねすごいですね、うん、でもう、うん、そのマーティ・フリードマンさんのかっこいいギターの部分がめちゃくちゃ詰まってて、うん、感想が、うん、もう本当に贅沢なくらい長いんですよ本当に贅沢なと思いますああそうなんだそうなんですよ、うんうん曲の、うん、アニメの方を見てくださればわかるんですけど、うん、エンディングの半分以上が、マティ・フリードマンさんのギターっていう。歌ってる部分よりギターの方が長い。え、それ不満？いや、全然不満じゃないです。だって私、レコーディングの時に、絶対飛ばさないでくださいって言いますもん。長いんで、飛ばしてもいいよって言ってくださるんですけど、いや、もうこのギターを聴きながら、テンション上げて歌いたいんでって言って。うん、なるほど。聞きます絶対だから本当に演者のこう上げ上げにするそう俺そう、ね、上げ上げ多分生涯で初めて使ったと思う今上げ上げ私も初めて言いました今上げ上げ今のところカットしてくんねえかな上げ上げって言ったらおてんだな多分上げ上げじゃあちょっとその曲をね聴いてみたいと思いますので、はい、じゃあ曲紹介の方一つよろしくお願いいたしますはい11月6日にリリースになりましたカラーズ水川みのりキャラクターボイス高垣彩希さん空の青いキャラクターボイス北原さやかでファッション宇宙戦士1422ラジオ日本立川志らののサブカル天国北原さやかさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この間私の独演会来てくれてありがとうございました。とんでもないです。どうもありがとうございます。ねえ、なんでしょうかね
あなたが来た時って、はい、前も来てくださった時、はいはい、あったけど、その時も、はい、うちの弟弟子がいろんな事件を巻き起こしたって枕を振ったんだと思うんですよ。はい、で、今回来た時のネタもちょっとそういう、なんか、あなたが来るとちょっとそういうネタになるなっていう、偶然なんですけどね。偶然だといいですね。偶然だといいなって。偶然なんでしょうね。まあそれがね、大人の階段を登る、はい、手段になってくれればいいなとは思いますけれどもね。はい、まあ落語、まあ、はい、いろんなまあね、ネタ、まあ、新作だったんですけどもね。はい、シラノとベルジラックっていう作品を、はい、知ってました？シラノとベルジラックって。いや、聞いたことあります？名前だけは聞いたことあって、シラノさんの名前の由来になったっていう、うん、ことも知ってたんですけど、うん、まだ見たことがなくて、うん。映画だと見やすいっちゃ見やすいですけどね。はい、うん、映画ちょっと見てみたいなと思いました。もう本当に面白くて。まあ、日本でミュージカルなんかでもよく、そうですね、なってたりするんですけれども、まあ、そのを題材にして私が新作を作ったという話だったんですけれども、はいはい、どんな感じでしたかね。いや、おもろ、話の筋分かりました。え、もう本当に面白かったです。あの新作だけじゃなくて、うん、あの古典落語、目黒のさんまとね、持参金って話だったんですけどね、はい、もう、うん、本当にあのブサイクな顔の女性が、うん、出てくるんですよね、持参金って話の中にはね。そうなんですよ、うん、本当になんか想像の中で、うん、いろんなブサイクの女の人が出てきて、うん、そう、落語ってそれがいいんですよね。そうなんですよ、言わないから、おのおのの、はい、はい、のが出てきますからいいんですよ、はい、もうなんかどれかなと思って、なんか言葉から、うん、あ、なんか思ってたのと、あ、ちょっと違うなと思って、あ、これじゃないとか、うん、なんかこれかなとか、なんかね、そういうのがすごい楽しくて。そうなんですよね。で、うん、まあ持参金という話はその女の人が出てくるんだけど、はい、私はなんかそれを男がなんか、はい、お付き合っちゃうっていう、そのこんな女嫌だよっていうような話なんですよ、はいはい、だけど私それ嫌だなと思って、はいはい、結局そのおつけっこしてる二人はその女が好きで、はい、他の男にはこいつら、この女の魅力わかんないけど、はい、あの俺たちは好きみたいなのに変えたんですよ。うん、本当に面白かったです。なんかマネージャーが、うん、古典落語が好きで、うん、なんかね、そうなんですよ、なんか最近聞いてるって話してて、そうなんですよ、うん、でなんか本当はちょっと違う話なんだよ。そこまで、あ、そこまで分かったんだ。そうなんですよ。今ブースで説明してるのそれ違う、全然違う話してるんだけど、いや多分そうだと思います。いや絶対違う話してる。違いますかね。残念でした。そう、違うんですよ。そうなんですよ、うん、でなんかもう全然こっちの白野さんがアレンジした方が面白いから、こっちを初めに聞いて正解だよって言ってくれて、あー本当よかったなと思って。結構ね、乱暴なんです。私なんか女の人をなんかこうなんか貶めるみたいな話ってなんかね、なんかしっくりこないって。あ、素敵な、いやてか素敵な落語って男が、はい、男目線で描くから、そうですね、そうするとなんかね、男の都合のいい男分のがなっちゃうんですよね。なるほど、女にやり込められる男だったらいいんですけど、はい。しかもあの後、うん、あのサンマが食べたくなって2本目に目黒のサンマやりましたからね。サンマがどうしても食べたいって言って、うん、うちの近くのスーパーを3軒ぐらい回って、うん、でもサンマがなくて。そうなんです、不良なんですよね。そうなんですよ。あ、本当にサンマ取れてないんだな今年と思って、でもお母さんに電話したら冷凍してあるよっていう。お母さんさすが、マジでサンマ S グッズ、サンマの S、 サンマの S、 間違いじゃないけどね、サンマの S ってあんまりなんかね、ハートの S で聞いたことない、サンマの S って聞いたことなかった。あー、そうだ、それ良かったな、やった回ありました。本当に、うん、ありがとうございますと思って。いや、とんでもないです。で、あの回はうちの新しく入った妹弟子、太鼓一番出たじゃないですか、はい、女の子の落語家、はい、女の子って言っても私より年以外一つ下ですから、はいはい、38ですけど、はい、女の人から見て、はい、女の落語家どうですか。まあ、やつはね、入ってからまだ半年ぐらいしか経ってないから、はいはい、まだまだなんだけど、はい、どういう風に映りました。新鮮でした。新鮮でした、すっごい新鮮でした、うんうん、なんかやっぱり男性の落語家さんしか見たことがないし、まあね、うん、もうなんか主流が男性っていうのしか、まあ大体そうですよね、見たことがなかったんで、うんうん、なんか女性がセンス持ってる姿とか、うん、お作法をやってる姿とかがすごい新鮮で、なんか、私もできる、うん、と思って。てかね、あいつね、シラリンって言うんだけど、はいはい、シラリンさん。シラリンね、あいつね、声優10年やってたの。そうですよね、びっくりしました。うん、あ、先輩やと思って。先輩ってか、先輩なのかな、ずっとやってたから、発声の仕方もちょっと声優っぽいっちゃ声優っぽいんだよね。そうですね。うん、はい。で、声優でうまくいかないから、売れないからっつって、で、漫才始めてって、まあ、当にそのね、枕で話したけど、うん、はい、で、いざっていう時に相方がいなくなっちゃって、そのネタを作ったネタを一人でやって、あれ、これ、
面白いなってなって、はいはい、で落語に出会ってあれって、はいはい、あの面白かったやつは落語でじゃねえかってなって落語家になったっていう、はい、そういうすごい縁ですね巡り巡って、うん、だから半年であれぐらいはまあできるようになるんですよね、まあ、半年って毎月入門してから一月ぐらいであれぐらいできるようになってたけど、わだからできますよ落語。本当ですか、はい、いやでもハロプロの方結構やってますから。やってらっしゃいますね、しかも清吉あの佐藤正樹さんもできましたから大丈夫ですよ。本当ですか、まーちゃんもまーちゃんもできましたからこのハードルをね設定なんか提示するとみんな大丈夫だって顔になるんだよねまーちゃんにまーちゃんもできたんだったら私もできるかなっていうしかもあの今回カラーズでご一緒させていただいてる小林優さんも、うんはい、そう立川なし家元が好きだってね。そうなんですよ、自分で落語やってますもんだってそうですよね、うんうん、あすごい素敵だなと思って、まあ、せっかくだから2人で落語もいいなと思いながら女性のシラリンさんの落語聞いてました、うんうん、あいいなってじゃあちょっとそれ企画しましょう。本当ですか。小事務所にも連絡しましょう。え実現、ここがきっかけで実現うん、すげえ大変だと思うけどな、うん、小林優さんとでも一回落語もだ番組やってましたから優さんと。そうですよね、うん、で結局すごいもう落語の話をする、小林優さんと私が落語の話をするっていうどんな番組なんだっていうね、すごい気になります。気になります。ずっと落語の話をそうです、私がで DVD 私が持ってる DVD どんどん貸して、はいはいはい、で必ず見ていくんですよ。いやもう優しい方ですよね。 で質問されるからこっちも勉強しなきゃいけないから結構知らないこといっぱいあるなと思って慌てて昔の本とか読み返したりして、こっちも勉強になりましたよ。濃密な時間でしたねあれは、うん、よろしくお伝えください。かしこまりましたじゃあエンディングも一つよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。開局55周年、1422ラジオ日本、立川志らののサブカル天国、エンディングの時間になりました。北原さやかさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。告知の方がね、あると思いますので一つよろしくお願いいたします。はい、はい、先ほどもかけていただいたんですけれども、うん、11月6日にカラーズファッション宇宙戦士がリリースされておりますので、うん、ぜひそちらの方をチェックしてくださると嬉しいです、うん、そしてさらにあの稲妻イレブン5ギャラクシーの方 もうめちゃくちゃ熱い展開で、さすが超次元サッカーだなっていう、うん、もう本当に面白い展開になっておりますので、ぜひぜひそちらの方もチェックよろしくお願いします。うん、はい、来週もね一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日の感想などもお待ちしております。あっさり申し上げます。メールの方はしらのアットマーク jorf.co.jp、 しらのアットマーク jorf.co.jp、 しらのは SHIRANO です。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本、立川しらののサブカル天国、各係まで送ってください。番組ツイッターやっております。アカウントはしらの1422、しらの1422です。ポッドキャストも始まりましたので、そちら、過去のもの、まあ、一部ですけれどもね、全部じゃないんですけれども聞くことできますので、そちらも聞いてください。お願いいたします。私の告知なんですけれども、来月ですね、白野やります。白野やります。なんか私がやる、まあ、白野っていう舞台をね、やります。12月11日から15日まで下北沢の劇小劇場というところで、白野私が作った新作落語プラス演劇という、ことで白野とベルジュ落語を表現しようという、まあ、そういった堅苦しくないということだけは保証しますので一つよろしくお願いいたします。詳しくはホームページありますのでそちらをご参照くださいということで、まだまだ話し足りないこと大山ほどあると思いますし、はい、もっと汚いものがカバンの中から出てくると思いますので、ごめんなさい、ごめんなさい。また来週もよろしくお願いいたしますということで、本日の相手は私立川志らのと北原さやかでした。それではまた来週お見にかかりましょう。ポーチが汚いポーチだけなの